皆さん、こんにちは。大谷はどのチームと契約するのか。4日から開幕したウィンター会議では、エンゼルスからフリーエージェントとなった大谷翔平選手争奪戦に話題が集まり、現地で最も多い質問となっていたようです。エンゼルスからフリーエージェント FA となっている大谷翔平選手の去就は秘密裏に進められていました。情報統制を敷いているのは代理人を務めるネズバレロ氏とその事務所 CAA スポーツと言われています。大谷選手の代理人を務めている男はどんな人なのでしょうか。このオフのトップフリーエージェントである大谷サイドが情報漏洩を嫌い、徹底した情報規制を敷くことで情報が例年以上に錯綜し、ミステリーとも称されていたそうです。この状況も仕組まれたものなのでしょうか。今回は仕掛け人であり大谷サイドのキーマンとなる代理人のネズ・バレロ氏の記者や選手からの評価や代理人になるまでの道のり、代理人の仕事の内容について深掘りしました。まずは記者や選手からの評価を見ていきましょう。ザ・アスレチックのエンゼルス担当サム・ブラウ記者はネズ・バレロ氏について、彼のことはいろんな風に言える、エージェントとしては全てをコントロールしている人だ。大谷がエンゼルスに在籍していた時がいい例だ。大谷は自由をすごく与えられていた。それは代理人のネズが翔平とエンゼルスの間に入っていたからだ。彼は大谷のエンゼルスでの扱われ方もコントロールしていたし、メディアの扱いもコントロールしていた。彼のエージェントの仕事としては、毎回どのような状況でも主導権を握ることが大事、全て上手でなければならないというものだ。メディアの部分に関してはやりすぎかとは思った。誰も得をしなかったと思うし、むしろ大谷の評判が落ちたかもしれないし、それが記事にされた。そこのミスコミュニケーションがたまに必要のないゴタゴタを生んでいたことはあった。ただそれは同時に、代理人ネズは本当に大谷翔平のことを思って仕事をするし、懸命に働く。ここまで彼は担当していた選手を大事にしてきたし、僕が知る限り全員彼のことを気に入ってるし、仕事ができ頼られているだろう。選手とエージェント以上の関係だと選手たちは思っている。ネズのすごいところは状況を理解しコントロールすること、それと同時に選手に得をもたらすことだと思う。それだからこそ選手が彼をリスペクトするのだと思う、と話しています。ここからはバレロ氏が代理人になるまでの道のりについて見ていきましょう。実は代理人のバレロ氏はかつてマリナーズの選手でした。有望株として1985年夏の MLB ドラフトで4巡目でマリナーズ入団。わずか1年で 2A に昇格するなど上り調子でしたが、マイナーはメジャーとは違い8球。23歳のバレロ氏は新婚だったこともあり、オフシーズンに副業を行っていたそうです。建設業に従事していたそうですが、建設現場で足を踏み外し40フィート約12メートル下に落下してしまいました。背中、骨盤、肋骨を骨折、右手親指を脱臼し重度の脳震盪を起こしました。以前ロサンゼルスタイムズ紙のインタビューでは、下半身は脊椎に短剣を刺されたような感じだったと語っています。同紙によると17日間の病院生活、懸命なリハビリで1987年のシーズン最終戦で復帰しましたが、選手として以前の輝きを取り戻すことはできませんでした。1988年シーズンを最後にマリナーズはバレロ氏を放出。その後イタリアでプレーしていましたが、2シーズンで引退しています。引退後はベースボールスクールを運営するなどして徐々に成功し、そこから代理人に転身したそうです。2006年に代理人事務所 CAA スポーツを共同創設しています。母体の CAA はブラッド・ピット、レオナルド・ディカプリオなどのハリウッドスターを担当する名門事務所です。日本人メジャーリーガーでは青木宣親選手や田澤純一選手を担当していました。野球以外のスポーツでもサッカーのクリスティアーノ・ロナウド氏、元イングランド代表デイビッド・ベッカム氏、 NFL の元スター選手ペイトン・マニング氏らを担当。個人だけでなく、ヤンキースやサッカーのバルセロナなどを顧客に持っています。代理人を始めた当時のマリナーズでは、ケン・グリフィー・ジュニアを含む14人が後にメジャーリーガーになりましたが、多くの選手がバレロ氏のことを覚えていたそうです。同僚だったオマー・ビスケルは当時英語をあまり話せなかったそうですが、バレロ氏が熱心に教えていたそうです。かなり外交的な男でハッピーな性格だった。とてもフレンドリーでいつもみんなに話しかけていた。いいやつだと思ったよとビスケルは感謝していました。彼が代理人として
成功を収めていることに驚きはないと振り返っています。2018年、大谷選手の代理人を務めると、バレロ氏は二刀流を現実的なものにする可能性を提示しました。当初、大谷選手のメジャーでの二刀流は現実というよりは概念、アイデア。 CAA スポーツのオフィスで球団に売り込み、エンゼルスで二刀流を実現させました。あれから6年、大谷選手は初のフリーエージェントになりました。右肘の手術で来季は登板しないことが決まっているにもかかわらず、契約規模は5億ドル、約734億円から6億ドル、約882億円にも上ると言われていました。ジ・アスレチックでは、彼の最初のフリーエージェンシーは今回とは著しく異なっているとしつつ、そんな違いはあっても紛れもなく普遍のものがある、バレロ氏が大谷のそばにいることだと言及しています。紆余曲折あった野球人生を過ごした男が大谷選手の X デーの鍵を握っていました。では最後に、代理人とはそもそもどんな仕事をしているのかを見ていきましょう。阪神、中日のほか、カブスやインディアンスなどメジャー経験もある福留孝介さんが、5日放送のおはよう朝日ですで代理人の仕事の内容について話していました。福留さんによると、代理人とは芸能人のマネージャーとほぼ同じなんだそうです。まず思い浮かぶのはギャラ交渉ですが、僕がゴルフとか遊んでいる間にも別のところで交渉していますし、このゴルフ場の予約も実は代理人が取っていてくれたとか、そういうことまで全部してくれると言います。他にもスポンサーとの契約を取りに行ったり、若手選手の発掘、売り込みといった仕事もあります。さらに、アメリカは一人の代理人が何十人の選手を抱えている。代理人が大谷選手のような大きい選手を進める間に、こっちの選手も一緒にどうですかという売り込みもするとバーターを持ちかけることもあるそうです。時には食事のセッティングもしてくれるそうで、僕がこの選手と一回会ってみたいと言うと、代理人が次の時にご飯をセッティングしたから一緒に食べようと、それからその選手と仲良くなって、その選手がアメリカで2000本打った時はジェラルミンのバットケースをその選手に送ったり、そういう風に選手ともうまくつないでくれる、そういうことまで本当に何でもしてくれますと説明していました。球団との交渉に加えてマネジメント業も請け負っており、そちらの報酬も最高ランクのものとなるはずです。北米の最も力を持つスポーツエージェントランキングでも上位に名を連ねるバレロ氏は、他の名物スーパーエージェントのような悪の強さや剛腕のイメージはあまりないそうですが、担当する選手の意向に沿った丁寧な仕事をするという印象のようです。コロナ禍があってから代理人の仕事もオンラインを通じて行うことが増えたそうですが、バレロ氏は人とコミュニケーションを取るときは直接対面で相手と目を合わせ、同じ空気を吸いながら行うのがベストと考えるタイプだと言われています。今年7月にシアトルで行われたオールスターに足を運び、大谷選手と食事をしたことが伝わっていますが、担当する選手ともそうした機会をよく作っているようです。そして12月10日、ついに X デーが来ました。大谷選手がドジャースと10年7億ドル、約1014億円という MLB 史上最高額となる破格の契約を結びました。もちろん大谷選手の実力あってこその金額になりますが、裏では代理人ネズ・バレロ氏が交渉していたことを忘れてはいけません。そして今回の代理人ネズ・バレロ氏の報酬は50億円以上が確定したこととなりました。いかがでしたでしょうか。このオフの FA 史上一番の注目を集めていた大谷翔平選手の動向の鍵を握っていた代理人ネズ・バレロ氏についてまとめてみました。メジャーリーグで大谷選手の二刀流を実現させた経験もあり、今回も MLB 史上最高額の契約が決まったことで、大谷選手からの信頼もさらに増したのではないでしょうか。大谷選手の新天地ドジャースでの活躍と代理人ネズ・バレロ氏の今後の動向にも注目しておきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。